皆さんこんにちは、トッティです。今日も綺麗な海岸線沿いからお届けしています。もうね、西日は眩しくて、サングラスねつけながら、やっていきたいところなんですけれども、一生懸命笑顔で、お届けしていきたいと思います。で、今日のテーマはですね、ダイビングで最も難しいと言われているスキル、中性浮力についてお話ししていきたいと思います。で、この中性浮力っていうスキルはかなりね奥深いスキルになっているので、前編後編に分けて、お届けしていく予定になっていまして、第1回目の今日は基礎編、中性浮力のコツ、ビギナーさん必見、中性浮力の練習方法という内容でお届けしていきます。で、後日配信予定の第2回目はプロが操る中性浮力という上級編のものをね、これから収録して、お届けする予定となっています。では第1回目の基礎編から、いきましょう。まず中性浮力って何なのっていうところをはっきりさせてから、練習方法とね、コツに移っていきたいと思います。で、中性浮力とは、まあ、つまり、まあ、これ握り拳なんですけれども、ボールだとしますね。で、海の中持ってってパーッと離しましたと。そしたらこのボールがね、ちょうどプカ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 同じところでずっと、浮きも沈みもせず漂っていますと、まあ、これが中性浮力っていう状態なんですね。まあ、それをねダイビングに置き換えると、なんで小難しいスキルになるのかっていうと、人間にはね肺っていう風船が備わっているんですね。まあ、なのでその風船が膨らんだりしぼんだり膨らんだりしぼんだり、してですね、常に一定ではないので、浮力感が難しくなってくるという、ことですね。これがまず中性浮力の前提となってきます。では中性浮力の練習方法とコツについて、お話ししていきます。水中映像を交えながら、お話ししていきますので、じっくりね、見てみてください。練習方法はライセンス講習でやったフィンピボットが一番効果的なんですけれども、講習の時にインストラクターの方にね、できたよ OK ですっていう風にね、言われて、まあなんとなくね終わってしまったという話が結構多くてですね、まあライセンス講習って限られた時間の中で全部こなさなきゃいけないので、理屈も含めて体感でも、マスターこれはしたぞって実感できるのがね、まあなかったりっていう箇所もね、まあまああったりします。まあ、なのでそこら辺も踏まえて理屈をしっかり分かった上で実践してみて、そこでやっとあ、なるほどっていう風になると思うので、これから映像を交えて解説していきたいと思います。まずは中性浮力ができている状態です。前提条件としては、1、手と足は動かさないこと、2、できるだけゆっくり呼吸すること、3、呼吸で足りない浮力は BC で補うことの3つです。で、最重要ポイントは浮く時のスピードと沈む時のスピードが同じ状態であること。まあ、ただ浮力で上下するだけではなくて、上下が同じスピードであることが中性浮力状態なんですね。で、もっと簡単に分かりやすく言うと、吸ったらふわーっと浮く感覚、これがねもうめっちゃ大事です。まあ、沈む時はねどんな状態でもふわーって沈むので、まあできてるできてない、何で判断するかっていうと、吸ったら時にふわーっと浮く、この感覚なんですね。で、次はできていると勘違いをしてしまう例を見ていきましょう。浮くスピードがかなり遅くて沈むスピードがかなり速い、つまりマイナス浮力の状態で BC に空気を入れたりないっていうことなんですね。で、この状態の方は、すごく多くてですね、まあ、つまり吸ってもふわーっと浮けていないんですね。なので吸ったらちゃんとふわっと浮くところまで BCD に空気を少しずつ入れて調整していきましょうということです。では最後に実践編、中性浮力の練習を終えたらその状態のままで泳いでみましょう。で、動画を早回しで見てみると面白いことがね、わかるので、ちょっと見ていきましょう。
はい、どうでしょうか。何か分かりましたでしょうか。まあ、つまり中性浮力状態で一定の深呼吸をしていると一定の上下を繰り返しながら進むことになるんですね。で、なんか中性浮力ってピタッと同じ水深でまっすぐ進んでいくというね、誤解が多くて、でもね、実はそうじゃないんですよ。一定の呼吸をしていると一定の上下をすることが正解なんですよということですね。まあ、ただ呼吸方法と浮力調整、あと時間差を利用すればピタッと同じ水深でまっすぐ進んでいくこともある程度は、できるようになるんですけれども、その方法は次回の動画、プロが操る中性浮力で詳しく解説していきますので、まずは今回の基本をしっかりマスターしていきましょう。で、浅い水深で、このフィンピボットが終わって泳ぐところまで行ったら、あともう一つ最後に一山あるんですね。それは深いところでこの吸ったらふわっと浮く感覚を実現できるかということなんです。これがね、もう本当に難しいところで、なんでかっていうと、深いところでの BCD に空気を入れる量っていうのは皆さんが想像している3倍ぐらい空気をたくさん入れないと、吸ったらふわっと浮く状態にはなりません。まあ、なぜなら深いところに行くとウェットスーツピタッと潰れてしまって浮力がね全くなくなるんですね。なので、沈む力っていうのが浅いところと比べ物にならないほど強く働くので、空気を入れる量もそれだけたくさんいっぱいになると。まあ、なのでその深いところでも吸ったらふわーっと浮く感覚、これが来るまで BCD に空気を少しずつ入れ続けて調整すると。それがある程度しっかりできるようになると、深いところでもほとんどフィンキックせずにその場の水深をキープできたり、強いフィンキックをせずに優しく大きくふわーっと優雅にキックするだけで、力みなくリラックスして、中層を待機できる、進めるということになるんですね。まあ、なのでこれはもう全てセットで、浅いところで練習ピンピボット練習して、そのまま中層を泳いでみて、でその後深いところに行って、でその時にもふわーっと吸ったら浮く感覚、まあ、さらには上下しながら一定の、上下を繰り返しながらある程度の水深をまっすぐ進んでいくと、ここまでで、中性浮力マスターと、いうことになります。はい、という感じで、中性浮力の練習方法とコツ、これで解説終了となります。でこれですね、ダイビングに行った時に、エントリー直後、集合する時に皆さん集まるまでにちょっと時間ありますよね。その時に、練習したりとか、あと安全停止の時、棚上とかでね、足のつく場所があった時にそこで最後練習して終えるとか、まあ、ワンダイブにつき2回はね落ち着いて練習することができますので、ぜひ皆さん、しっかり練習をして中性浮力マスターしていきましょう。中性浮力マスターできれば必ずダイビング楽しくなります。視野も広がります。泳いでる姿もかっこよくなります。いいことだらけ、ぜひね、練習していきましょう。では次の動画でお会いしましょう。ではまた来週。